QK35 ストレラ -10 はソビエト連邦が開発した車載式の近距離防空ミサイルシステムである。NATO コードネームでは SA-13 ゴァーと呼ばれる。ソ連陸軍では連帯レベルの防空兵器として QK31 ストレラ -1 が配備されていた。しかし同システムは 総輪式の BRDM-2 を車体として使用していたために不正地走行能力が早期車両より劣り、気候部隊の随伴に適しておらず、また誘導方式がやや変則的であったため、全方位構成が可能であった一方で、信頼性は高いものではなかった。このことから、1960年代末より QK31 の後継システムが開発され、 1977年に、QK35 ストレラマイナ -10 システムが採用された。QK35 は、MTLB 装甲兵員輸送車に QK31 と同様の4連装発射機を搭載した QA35 を自走発射機化中心となった対空システムである。QK31 では QM31 を用いて、いたのに対し、QK35 では、ミサイル団体としては、 改良型の QM37 を使用する。QM37 は QM31 の赤外線ホーミング誘導に加えて画像識別装置や TB モニター誘導を追加することでフレアなどの疑問に対応できるようになっている。射程も有効射程800から5000メートル、有効射高10から3000メートルに延長され発射速度の増加が行われた。なお、 発射機からは旧式の QM31 も発射することができる。QK35 は4連装発射機を装備し予備弾発発を搭載した自走発射機3両に誘導レーダー車、指揮車が各1両で1個小隊が編成され、この1個小隊が各戦車連隊に配備されることで連隊レベルの防空を担うようになっていた。ベラルーシアーミーエキップメント ハットリストオブエアディフェンスエクイップメントオブチェックアーミーハットヒストリーオブザ・ケイピーフエワル・ RU ハットグラウンド・フォーセスエキップメントウクライナありがとうございます。